大阪桐蔭と履正社、甲子園の決勝でもおかしくない実力校同士の黄金カードです。実際2017年選抜大会決勝で両校が激突し、8対3で大阪桐蔭に外貨が上がっています。それから1年4ヶ月後、2018年夏の北大阪大会の準決勝で再び相まみえます。この年、大阪桐蔭は夏を制し、史上初2度目の春夏制覇を達成しますが、最も危なかったのがこの一戦なのです。今回は当時の大阪桐蔭のメンバーが明かす絶体絶命からの逆転劇のやばい裏側を紹介します。最悪のバント失敗ゲッツーから驚異の2枚越し。2018年の第100回全国高等学校野球選手権は記念大会として行われ、通常大阪代表は1校のところを南北2校に甲子園の切符が与えられました。しかし大阪桐蔭と履正社は同じ北部、そして準決勝でこの2校が激突しました。練習試合で負けただけで騒がれる9度の全国制覇を誇る強豪中の強豪大阪桐蔭、そしてそのライバル校履正社、そんな宿命のライバルが戦うことになりました。試合は6回まで0更新。7回に入り大阪桐蔭が3点を先制すると、その裏履正社が1点を返し、8回には大阪桐蔭の先発根尾明を攻め立て一気に3点を奪い、4対3と逆転します。それでも根尾をリードした正捕手の小泉康平は大阪桐蔭に動揺はなかったといいます。残された攻撃は1イニングでしたが、みんないけるって思っていました。根尾で打たれたんだからしょうがないという感じでしたと振り返ります。しかしでもあの時はさすがにやばいと思いましたという瞬間が9回の大阪桐蔭の攻撃時に訪れました。この回の先頭打者が安打で出塁し、無視一塁から石川瑞希がバントをしますが、打球は投手の前に上がってしまい、チャージをかけていた三塁手が取って一塁へ送球、併殺となり、あっという間にツーアウトランナーなしになってしまいました。最悪の結果に石川は本当に終わったと思いました。自分のせいで負けるって思いましたと言います。ここで打席に入ったのが宮崎仁斗。自分がヒットを打って盗塁してという思考になっていたんで緊張はしてなかったですと平常心をキープ。いつも通りに臨んだ打席で四球を選びます。次の打者の主将中川拓也はこの北大阪大会ではバットを振りたくないくらいめちゃくちゃ調子は悪かったです。打てるビジョンが見えませんでしたというほど不振は深刻でした。その一方で自分が出れば点が入ると唱え続けています。それに訳がありました。西谷浩一監督が中川に何打席連続で三振したってどんな結果に終わったってお前を3番打者で使い続けると申し渡していたのです。開き直った中川はファウルで粘ります。打席に入るときは打つつもりだったんですけど、相手投手のボールが上ずってきたのでフォアボールを選んでいこうと気持ちを切り替えましたと中川が言う通り粘って四球を選び、ツーアウト1、2塁になりました。併殺でランナーなしになった時はもう終わりかとも思えましたが、なんとか一打同点の場面まで持ってきたのはさすが大阪桐蔭です。打席には最強世代の象徴藤原恭太と根尾明が2人ともフルカウントまで粘り四球を選び、同点に追いつきます。菅桶に両足から逆転、あと1人からの同点劇。息を吹き返した大阪桐蔭の6番打者山田健太はツーアウトになった時はさすがに終わった、引退かと思いました。だけど自分に打席が回ってくるなら同点になっているなとすぐに頭の中で数えたんですと自分の立ち位置をちゃんと理解していました。ボールがばらついていた履正社の投手浜内太陽は初球力強いストレートを外角に決めます。次は打てるボールを見逃さないと気を引き締めた山田は2球目をしっかりスイングすると、打球は三遊間を真っ二つに割り2者が帰り、6対4と2点リードに。西谷監督が菅桶に片足が入ったどころか両足まで入るぐらいのところまで行ったと選手や報道陣にも漏らすほどの窮地に追い込まれた大阪桐蔭。その裏の履正社の攻撃を抑えきり、見事決勝進出を果たします。この奇跡的な勝利によって最強軍団はこんな試合を乗り越えられたんだからもう怖いものはないと確信します。勝ち越しの一打を放った山田は誰かが調子が悪くても他の誰かが打ってくれるとみんな分かっていたんで、繋いで勝てたあの一戦で、このチームはすごいと改めて思いました、と証言します。一度地獄を見た大阪桐蔭は北大阪大会決勝を23対2で圧勝。甲子園も順調に勝ち上がります。決勝では旋風を巻き起こしていた吉田輝星を擁する金足農を破り、春夏連覇を達成しましたが、この栄冠は履正社との接戦をくぐり抜いた時点ですでに手にしていたかもしれません。あっと驚く履正社の先発投手。履正社側から見たこの激戦も振り返ってみましょう。履正社の先発は浜内太陽。エースの印田亮介ではなく、2年生の左腕清水大成でもありません。浜内はなんと公式戦初登板だったのです。そしてこの浜内がこの夏大阪桐蔭を最も苦しめる投球を見せました。浜内は中学時代は投手でしたが、高校1年の夏に肩を怪我してしまいます。三塁が本職でしたが、当時は安田久典がいたため一塁や外野で出場機会を伺っていました。投手のやりくりに四苦八苦していた岡田達夫監督は、大阪桐蔭との決戦に大博打を打ちます。浜内を先発させるのです。この年、履正社は小刻みな投手リレーで勝ち上がっていて、投手経験のある選手はブルペンに入る機会が増加。浜内もブルペンで投球練習するうちに調子が上がってきたといいます。3回持てばいいと、それからは清水、印田につなげばと思っていました。という浜内。しかし公式戦初登板がとんでもない好投になります。ストレートやチェンジアップをコーナーに決め、5回まで許した安打はたったの2本。4つの併殺打で大阪桐蔭をゼロに封じます。自分の高めのストレートは手元で伸びると捕手の野口が言ってくれたんです。緻密なコントロールはないので勢いで押しました、と振り返っています。しかし投手としての練習はほとんどしていなかったためスタミナがありませんでした。6回くらいから握力も落ちてきて、と浜内が言うように7回に2点を先制されたところで一旦ライトへ回ります。そして8回に再びマウンドに立つことになりました。疲れはピークでしたが9回。この日5つ目の併殺を完成させ、あと1人になります。浜内は、あとワンアウトと思ったらやられると思っていました。油断はダメだと。1人出たらわからないとも思ってましたし、とあくまで冷静でした。しかしこの、1人出たらわからないと思っていたという分析は当たってしまいます。四球を連発し逆転を許しました。9回はストレートしか投げてないです。相手の打ち損じで抑えるしかなかったです。体力も気持ちもあの時の自分では抑えられませんでした。ボール球を振らないでしっかり見てきた大阪桐蔭はさすがです、とサバサバと話します。浜内にとって大阪桐蔭とはどんなチームだったのでしょうか。それまでは打線にかなり破壊力があると感じていました。この年も根尾とか藤原とかすごいバッターはいましたけれど、過去に比べると相手をねじ伏せるような圧倒的な力は感じませんでした。でも大阪桐蔭は負けないチームでした。追い詰められても下を向かない。圧倒的ではなく最終的に勝っているチームでした。とその印象を語っています。傍目から見ていると圧倒的な力で勝ち抜いているように見えても、実は際どい試合をくぐり抜けて勝ち上がっていることはよくあります。この年の大阪桐蔭はまさにそうです。大阪桐蔭の甲子園での強さは、同地区に履正社という強力なライバル校があるからでしょう。